の世界、3つのストーリー。ゼロ次元、超次元、新次元の3つの世界を舞台に、妄想をテーマとした3つの異なる物語が描かれる。全ての次元を巡る時、その全貌が明らかになっていく。ネプテューヌシリーズ最新作がプレイステーション4に登場。タイトルは新次元ゲームネプテューヌビクトリー2。実際のゲーム業界をモチーフにした世界、ゲーム業界を舞台に、架空のゲームハードを擬人化、ネプテューヌをはじめとした美少女たちが活躍する擬人化萌え変身がコンセプトの RPG。 どんなストーリーなのか妄想がはかどるぜ。超次元のゲーム業界を守護する女神はこの4人。カスモクテオン、女神パープルハート、見せてあげる私の本当の力。変身完了よ。覚悟しやがれ。さあここからが本番ですわ。俺のことも忘れてもらっちゃ困るぜ。新しく進化したゲームシステム、フォーメーションスキル、パーツブレイク、ルートビルドシステム、巨大戦、守護女神に代わる新たなゲーム業界の統治者、ゴールドサード。私にも敵が見えるよ。超次元のゲーム業界は一体どうなるんだ。守護女神たちのさらなる進化、ネクストフォーム。作成完了よ。オープニングはナオが歌う相対性ビジョン、エンディングはアヤネで未来へのリゾルブ。女神パープルハートの力よ。ドリームエディション情報。ドリームエディションには特製デジパック仕様 DG ロムが同梱されるぞ。収納ボックスやジャケットにはスナコ書き下ろしイラストを使用した豪華 CD3 枚組。ドリームエディションは限定生産だから絶対に予約忘れるなよな。絶対だぞ。予約特典は特製ビジュアルブック、イラストやデザインが、ラフ画も盛りだくさん。プレイステーション4専用ソフト、新次元ゲームネプテューヌビクトリー2。俺たちの戦いに刮目してくれよな。